森の奥に大きなお風呂がありました。森のお風呂、西村敏夫作福音館書店。そこに一頭のライオンがやってきて、体をゴシゴシ、頭をゴシゴシ、背中を洗おうとしたら後ろからゾウさんがやってきて背中を洗ってあげることにしました。気持ちが良さそうだねと、ワニさんやブタさん、ゴリラさんたちがやってきて、それぞれの背中をゴシゴシゴシ。楽しそうな雰囲気に、森の奥からたくさんの動物がやってきて、大きなお風呂を一周しました。みんなが背中をゴシゴシシュッシュ、こっちを向いてゴシゴシシュッシュ。あったかいお風呂って気持ちがいいね。みんなが集まったらもっと気持ちがいいね。